けたにゃん。かわいいにゃん。グレイ SNP さん、おかえり。ただいまにゃん。いいじゃん。これでコメント見えると。ごめん、私の変な腕がめっちゃドアップになってた。ごめん。というわけでですね、この白い糸でね、塗っていきます。でもちょっと見えてないと思うんですけど、こっちにあのアイロンのセットをちょっと持ってきました。このシュッシュが終わったらちょっとアイロンかけたい、アプリコットとかをつけたい商品があるんで、2枠目はそういうことをします。どっちしよう、これを先にするべきか、こっちを先にするべきか。猫ちゃんを先にしようか。猫ちゃんを先にして、よいしょ、猫ちゃんを先にして、それでこの子を後にすると、あ、可愛くない？え、見える？もう角度難しい、こんな感じ、可愛いね。これでいこう。後ろの方が良かったかな。でもどうなんだろう。まあひとまずやっていくか。塗ってみんことにはわからない。この2つ穴を通さないといけないのが非常に難しい。ちょっと待って。うんうん。めっちゃ細かいのよ。角度難しいね。この子と、この子、通った？通ってるな。とりあえず今3回目なので、あと2回ぐらいやっていきましょうね。ひとまずラストにしようかなって感じですね。よし。うん。あ、かわいい。かわいい。ちょっと糸があるから、かわいさが伝わっていないと思うんですけど、もうしばしお待ちください。よいしょ。1、2、3。今日さ、なんか4回ぐらいご飯食べてんの私。本当に猫っぽい状態にもなってて、もともとこいつ猫なんだけど、なんか人ってなんか朝昼晩みたいな感じ、あるいはその人によってはなんか1日1食とか2食っていう人が多い中、こいつ4食食べてて、朝なんかあの仲良くしてもらっている方々からいただいたお菓子、きのこ系のお菓子が3つぐらいあって、それをまず朝ごはんに食べた。で、昼間特に、この私の愛用のね、ミックスナッツ。ミックスナッツ。しかも煮干し入りっていうね。普通煮干し入ってませんからね。私が買ってきた煮干しを混ぜて、煮干し入りミックスナッツと、これ一つまみと、一つまみでいいかいね。一つまみと、いただいたね、カリカリのクッキーと、クッキー5枚。あと、スープ1杯。これがランチだったわけですよ。で、まあ、外出ないといけなくて、外出ました。暑さで体力取られました。帰り道に、なんか、ちょっと、チーズケーキタルトみたいなのを食べて帰ってきたわけですよ。で、あにょこもらった。お寿司フレームをもらったよ。ああ、赤い糸さんだ、いらっしゃせ。今、こいつ4食食べてるよって話をしてた。で、さっき雑穀クッキーを食べてたわけ。なんかちゃんとしたもの食べてないのよね。よろしくない。
よろしくないこいつ、どうしよう。なんかせめてうどんとか食べないとなって思ってるけど。いらっしゃいやでよ、高人さん。今ね、仲良くして大もらって阪のる。梅安さん、うん。勤務中につき挨拶のみ、もう忙中しいののにいつ後ろをも、小括弧始め忙て梅しい田のにいと。つもありがとう。いってらっしゃいだよ。もうありがとう。こんな夜中にまでお仕事。ああ、大変。もう涙ちょちょぎれだよ。なんとまあ、やだやだ。そんな、こんな時間にまで働かないといけないのにゃだ。もう休めるときに休んでくれ。これで。よいしょよいしょ。で、もともとのところのやつがですね、ちょっと、この子がですね、ちょっと気になったんですよ。あ、もう入ってる感じでしたね。あ、だったらいいかな。え、どうなんだろう。やっぱりやだ。あれ？私、切っちゃいけないものは切ってしまったけど、若干するのはなぜなぜ。あれ？大丈夫かしら？取れない？ごめんな、今ちょっと確認してるで。え、大丈夫だよね。うん、大丈夫。大丈夫のはずだ。うん。大丈夫。よし、いける。ということで、出来上がりました。かわいいですね。すごいいい感じ。本当に大丈夫かな？めちゃめちゃさ、私、ビビりなわけ。え、なんか嫌な予感がする。もう一回すいません。ちょっと もう一回やります。なんかちょっと嫌な予感がする、私。え？え？なんか嫌な予感がするんだよね。うん。ちょっと作り直そう。順番としては悪くない。ただちょっとなんか、嫌な予感がしたから、魔界の言い直します。なんかふとした時にヒュンって取れそうな気ました。やだ、取れちゃやだ。あ、これはいいや。すいません、何秒同じことすんねんって感じなんですけどね。シュッシュ作りはね、同じ工程がいっぱいあるんですよ。よし、ということでね、ちょっともう一回やっていきましょう。なんか嫌な予感がしたんだよね。よし、これでいいね。で、これで先に猫ちゃん。これさ、よく見るとさ、ここにちょっと人工石入ってんの。可愛くない？キラキラ。こういうの好き。なんか別に人工石でも何でもさ、可愛かったらいいじゃんね。よし、これでもう一回やっていこう。ごめんな、効率悪くて。でも確実に進めたい。確実に安心して提供したいわけ。ちゃんとこの子は綺麗です、可愛いです、頑丈です、問題なく使っていただけます、なので愛用してやってくださいってお渡ししたいんで。なのでこう4年は残さない。実際さ、こう仲良していただいてる方々にさ、シュシュとかさ、キーホルダーとかさ、抱き枕とかさ、わざわざ旅先にまで持ってってくれるの、抱き枕を。もう胸キュンだわって思ってさ。で、それを DM とかで言ってくれんの。今ね、どこどこ行っててみたいな。
ちょっと心細かったから猫ちゃんがくれた、猫ちゃんから買わせてもらったクッションね、あ、持ってきてるんだっつって、写真とか寄せてさ、のあーっつって、あーっつって、大事にしてもらえてるのねっつって、いつも言っとるけどさ、私はあの遺伝子残さんからさ、その分思い残す系でさ、作品をずっと作ってるわけだから作品が私にとってはもう子供みたいなもんでさ、そう、その子たちがやっぱりね、仲良してもらってる人たちの手元でね、大事にめでてもらえてるってめちゃめちゃ幸せやなって思うわけ。こういうシュシュとかさ、ほんと誰が作っても一緒やと思うんよ。うちなんかよりよっぽど上手に作りはる方、そらエクサルほどいると思う。でもそうじゃなくて、こう、誰が作っているか、何を作っているかじゃなくて、誰が作っているか、で、誰に作っているのか、どういう思いで作っているのか、まあ、そこが大事だと思うんだよね。私はそこを大事にしたい。だから私の作る子たちは、大概、まあ、少なくとも、現時点においてはね、ありがたい話で、こう、やっぱり、受け取り手がいる状態で作らせてもらってるわけ。この子たちは、あのお姉様にお渡しするとか、この子たちはお世話になっているあの方にお渡しするとか、この子たちは、あの、ね、仲良してもらってるご夫婦さんのところにお渡しするとか、そういうこと。そういうことなんです。ということで、あ、いい感じ。すごい、なんか喋りながらすごい自動的に作ってしまったけど、でもかなりいい感じですね。はい、ということで完成しました。グレイ SNP さん、完成しました。醤油こと、醤油こと、醤油ソイソース、可愛くない？ねえ、めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。キュンってする。いい感じじゃない？ということでね、これはあの、オペラ、オペラの公演が終わられたお姉様へのプレゼントです。さあ、今からですね、ちょっとアイロンを使っていきます。覚えておいででしょうか、このミニアイロン。タラタタッタラー。これを使ってですね、ちょっといろいろ私は頑張りたい所存でございます。ちょっと一旦その前に物をなくさないように一旦直しましょう。いろいろ直しましょう。こう子供みたいなやつなんでね、広げるだけ広げて、わーいって言ってやって、その後に、あー、なくにゃったーとか言い出しかねんので、こいつ、こちらですね。はい、あの、かねてから言わせていただいておりました枕カバーでございます。とてもいい仕上がりになっております。実際ちょっとね、お渡ししてサイズ合ってるかどうかっていう話なんですけど、この私の努力の跡を見ていただけますでしょうか。延べ130センチの長さを一生懸命縫いました。ズワーって怖いんごーって言いながら釣りそうで怖いんごーで、しかも結構ここ見える、結構 薄いのよ。薄いっていうか、その幅を狭くしてるの、ほら、幅を狭くしてるから、もうずれたら大変って、ひー怖いよー、あ、ちょっと待って、あ、よし、またヒュー、あ、もうちょっと待って、あ、ヒューって何遍シャルンを止めたことか。ということで、この子に、あれです。当て布をしてですね。この当て布をしていくわけです。当て布をして、これあの、ちょっと伝えふらしてるので申し訳ないんですけど、私のあの、ミニハンカチでございます。で、これをですね、使ってですね、どちらに行きまして。どこに行ったにゃん、いたにゃん。これのですね、これですよ、これ。
これを貼るためだけに私はこれを作ったと言っても過言ではない。え、1個でいい？ 1 個でいい？他にもアプリコット系だとほら、こういうのとか、ペンギンさんとか、メンダコさんとかあるけど、ほらなんだっけ、チンヤナゴみたいなのいるけど、まあ。とりあえずね、これを私は温めていきたいわけです。温めてるから捨てていきたいです。で、プラスですね、可能であれば、これのですね、端をですね、折っていきたいんですよ。おー、レオンさん、ニャッホ。ちょうど今から、この生地の端をアイロンがけできたらいいなっていう時間ですよ。こんちゃこんちゃ。ちなみに、さっきまで何してたかっていうと、種子を作ってました。かわいくない？レオンさん、皆さん、こんばんは。仲良してもらっているお店の店長さんと、その店長さんところで、やろ？働いてはったスタッフさんが、明日、お仕事最終日らしいから、二人ともお疲れ様ですって言って、まあ、店長さんはもちろんずっといはんねんけど、やっぱこの人にお渡しするやつは店長さんにもお渡しした方がいいかにゃって思って、とりあえず色違いの二つをね、作らせてもらった。でも実はもう一つ作ってて、これは、オペラの公演がありはるんよ。そのお店のオーナーのお姉さんが。で、それで、お疲れ様でしたっていう時にお渡ししようって思っている子です。ちょっと今の確認取ってるんで、この、まあ、これはちょっと内緒にしてるんだけど、この色違いのやつお二人にお渡ししてもいいかなって言って、その店長さんの方にね、ちょっと今確認取ってます。標準に返信がなければ、もう私は自分のプロジェクトをそのまま遂行します。やったもんって言って。で、こちらですね。さっきもちょっとお見せしてたんですけど、こちらにいらっしゃるクレさんのためにお作りさせていただきました。枕カバーでございます。めちゃめちゃ頑張ってん！さっきも言ったけど、めっちゃ頑張ってん！この薄い、細いところ、見える？この、細かい布と、縫い跡。もう130センチあるけさ、もう塗ってもあるわけよ。塗ってもあるしさ、こいつ正面曲がってるからさ、まっすぐ縫えないわけ。あ、曲がる、あ、待って、あ、まっすぐ、あ、曲がっちゃう。永遠と繰り返しましたね。とりあえず出来上がりました。ね、これ作るだけ作ったけど、サイズ合わなかったら笑ってくださいって言って。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この子にアプリコットのこのサメさんを入れたいたら当て布をしてやっていく。で、ついでにって言ったらあれなんですけど、もう一つとしてこちらのレオンさんに言ってたこの子をフロスティっていうかハンカチっていうか、とりあえず端をな、四角にこうアイロンで折ってな、折ったやつをな、一周ぐるーってまっすぐ縫えたらな、ハンカチになるんや。ハンカチにもなるし、風呂敷にもなるんや。っていう理論を学んだので、ちょっとそれをこの子で、ちょっと人様の作品に対して言っていい言葉か知りませんが、実験します。よいしょ。ということで、コンセントさんいらっしゃい。コンセントさん。よいしょ。これね、ミニアイロンだからさ、熱いのよ。怖いのよ、私。ビビリチロロしてるわけ。大丈夫かなつって。え、刺してる？刺さった？よし。スイッチオンにしたかな？入りました。そうそう、明日の最高気温は3度摂氏になるの。35度。そこで35度になるのか。え、マジでやばくない？北の地で35度を迎えるのか、日本よ。やばいな、マジか。いや、とりあえず、
ミニエアコン渡しといてよかったけどさ、大丈夫そう？生き延びれそう？カットクロス、こんな感じでございます。長さ的にそうですね、横幅が30センチぐらいかな。で、ここが、そうですね。てかさ、ここも可愛いんだけど、見えとる？ここ、痛い。ここも可愛くにゃい。可愛い、やばい。どうしよう、この可愛さ。とりあえず、ここはおるでしょ？で、ここも、ね、可愛いよね。で、ここもおるでしょ？で、ここおるでしょ？ここどうする？ここ折って内側に塗った方がいいかな？どう思う？糸は白い方がいいな。糸は白にしよう。あったかくなってきたかな？ちょっとこの辺適当にして。あったかい。あったかいぞ。さあ、かやさん。どこに入れますか？アプリコット。この辺、端っこがいい？それともこのなんか、どの辺がいいってお前、サイズでかすぎてわからんのじゃって言われそう。どの辺がいい？こっち？ちなみに私、アプリケつけるの初めてなんですよね。剥離紙からシールを剥がし、アイロンまたはシールで装着します。アイロン。真ん中以外はだ。ひゃー！了解です。怖い。やめて。急に落下すのやめて。真ん中以外です。ちょっと適当に。こんな感じですね。これで？これってさ、この状態でやればいいの？それともこれ外してやった方がいいの？本ピンを接着す、剥離紙からシールを剥がし、アイロンまたはシールで接着します。だからこれを、この薄く見える、これを取ったらいいのか。これを取って、本ピンを接着する場所に置き、必ず上から当て布をしてアイロンのドライで15から20秒動かさずにしっかり押さえつけてください。十分に接着させるため、必ず布地の裏からも同様にアイロンをかけてください。ほう。接着しにくい場合、次の作業を行ってください。ほう。だそうです。ので、どこにしよう。とりあえず剥がしましょうね。初めてやる。剥がれますよ。剥がれました。剥がれたので、これを、この辺に、入れようかなと思います。これで、当て布をして、私の使い古しの布で申し訳ないんですが、当て布をして、行きます。これで15秒から20秒だそうです。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ほい。おお、あったかいぞ。これで裏地からもやってねって書いてたので裏地からもします。よいしょ。じゃあ行きます。ピッ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よし。ほい。
お、あったかい。お、くっついた気がします。くっついた気がします。くっつきました。くっつきました。かっちょいい。どうだどうだ。いい感じじゃ。いい感じじゃな。いい感じじゃにゃいか。一個でいい？この子だけでいい？他になんかくっつけたいのある？裏地もあるよ。いいね。いい？やった。なんか欲しいのある？一応何個かを用意したけど、なんか欲しいのある？いらない？いらないならサメだけでいいし、シンプルイズアベストかもしれんけどな。案外チンアナゴありかもしれない。クレイ SNP さん。クラゲ。クラゲ？クラゲ？クラゲ2個おるで。水色なんと青いのとおるで。どっちがいい？どっちがいい？ちょ、言っとくで。自爆行くからね。自爆行きまーす。SNP さん。水。じゃあ、こっちにするね。こっちにするね。すごーい。楽しいね。この場で決まっていくから、うちの枠。うちの枠その場で決まっていくから。はい、じゃあ水色持ってきましたんでね。これを、あ、これはもしかしてもう、あ、これはなんかすぐに貼れるぞ。ワッピンをつけた位置に置き、当て布を合わせてアイロンが直接ギリに当たらないようにします。15から20秒強く押さえてブレスしてください。完全に冷めるまで動かさないでください。より強度が必要な場合、縫い付けをおすすめします。まあ、縫い付けは大丈夫かな。というわけで、縫い付けが必要な時は、ご自分でお願いします。人任せ。よいしょ。この子がここにいるから、反対側のここに、頭のところに乗せとこうかな。ここに乗せとこう。クラゲさん。クラゲさん、ここに。それで、はい、また行きますよ。ピッ。1、あ、2、やばい、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。赤字なんでね。赤字ですけど、私は焦りません。20秒ぐらいなるでしょう。ダメだったら忘れます。はい、行きます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、11、18、19、20。はい、ということで、これで行ったはずだ。行きました。行きました。カラーリアさん行きました。というわけでですね。こっちは、ここにカラーリアさんがいます。かわちいですね。で、こっちは、下のところに、サメさんがいます。かっこいいですね。ということで、完成いたしました。枕カバー完成にゃりー。はい。ということで、自枠で、この子を、端、塗っていきます。乗っていくというか、アイロンかけていきます。ということで、来てくださったクレさん、レオンさん、お気に入りです。いたしめるよ。ぱいぱいにゃー。